このリップ好きだな、ツアーでもつけちゃおっかな。カブ10連勝22年ぶり、すごいすごい、おめでたい、おめでたい赤ですね。そしたらこういう方を、こんばんは、さてさてこんばんは、さて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 、こんばんは。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 あ、また来てくれてありがとう。嬉しい。来てくれるかなとも思ってたし、来てくれるだろうなとも思ってた。ありがとうございます。で、今メール打ってます。みんな待ってる間にメール打ってます。待ってる間に送っちゃいます。いっぱい来るかな、いっぱい来ないかな、いっぱい来るかな、いっぱい来ないかな、いっぱい来るかな、いっぱい来ないかな、いっぱい来るかな、いっぱい来ないかな。ちょっとで、もうちょっとでみんな集まるかな、みんな集まるかな。こんばんは。リンが
くじをお知らせします。すごい背にぴったりぴったりぴったり、やったぴったり、ありがとう。発表がありました、発表がありましたって怖いね。兵庫公演、ツアーの兵庫公演が ST48 チャンネルで独占生配信することが決定しました。イエーイ。あれ、この写真私いない、どれだろうな、これ何の曲だろう、これ何の曲だろうな、指さしてるなのみんな。マイフはなんか OK ポーズしてる、あ、小指だれて、何の曲だろう、何の曲だろうな。みちゅ、ジホちゃん、みーちゃん、あかりん、さあやん、さらっぴかな、前にいるの、この6人が前にいて、私このあかりんの後ろで、これココア、あれココア、あれ私いない、あ、いた、これ私かな、みっちゅの後ろでに、で半分映ってるの私かな、これツイッターのその生配独占生中継のやつの写真写真、みちの後ろに、これ何の曲だろう、6周年だよね、6周年でこの曲を着てて、何の曲でしょう、何の曲か当てた人はいいことがありますまあこの衣装でやった曲っていうので絞られるよね。さあどちらが早いか、ちょっと資料を見てみよう。6周年のライン、6周年のコンサート、さあいいことがありますって、そう、なんか1年間いいことがあります。最初のブロックかな、最初のブロック、うーん、で、これじゃなくて、これじゃないな、夜の部か、夜の部、夜の部、あ、4曲しかないよ。瀬戸内の声、出航、 ST48 原点、 ST48 じゃね、
1部では着てないから、2部で初お披露目だから、ちょっとうちの声しよ、 OST48 原点じゃねってね。これはこれは STU48 のどっか、あれでも STU48 ってなんかさ、みんなでさ6人ぐらいが集まって前に行ってみたいな感じだったの覚えてる？覚えてる？だからなんかもっとこんな、ここに立ったことあったっけな。でも ST48 だな、原点じゃなさそうだな。出向、あ、出向かな、出向でもないさそうだな、人打ちの声でもないし、出向、あ、確かに私原点はひな壇でやったっけ、確か。48だ、みちが前だから出向な気がする。気がしてきた。でもね、出向だったら私チョウちゃんと新芽だから、なんかチョウちゃんもじゃあ後ろにいるんじゃないんじゃないって。でもこれは多分前にいるよね、後ろにいるのかな、ピントとか色合いとか大きさ的に前にいるよね。原点、原点はね、私ここにいることはねない、一回もない。その辺だね、その辺だね、うん、やった、いいにしたかな。え、私このこれのさ発表がさ明日の配信であるんだと思ったんだけどさ、そう違った。違いました。あ、溶けちゃう溶けちゃう。はい、そしてじゃーん、私は翼を買ってきました、買ってきました。そしてじゃん、アイスボックス、
ぱりね、アイスボックスがないと始まらんでしょ。アイスボックス買ってきました。もうちょっと切れちゃってたので。超ダッシュ、超ダッシュ。はい、それではいただきます。ぷはー、ぷはー。うわー、おいしいよ、おいしいよ。おいしいじゃないか。あ、メールが来た、メールが来た。ふわ、うわあ、うわあ、アイス。ふれふれ電力アイスボックス。冷たいの飲んだ時、咳出る時あるよね。あるある。配信チケット買ってきた。早すぎ早すぎ。ありがとう。ありがとうありがとう。ぜひ4年ぶりのツアー来れないよって方はぜひ配信で一緒に楽しんでください。配信見てる方はね、ツイートとかもできるからね。そう。いっぱいつぶやいてね。もちろん映像とか写真とかはね、つぶやいちゃダメですけど、写真がつぶやけるのはカメ子さんだけ、カメ子さんだけ。よろしくお願いします。カメ子 STU かな、またハッシュタグ多分言われると思う。当日これでつぶやいてねって、いっぱい撮ってね。
早い、もう配信始めて30分経っちゃう。やだ。え、私今15分ぐらいぼーっとしてた？それぐらいの時間の速さなんだけど。私さ、え、20分ぐらいぼーっとしてた？ね、早いよね。めっちゃおもろ。アイスボックス食べてまったりしてた。まったりまったり。シャワ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 。ね、あっという間だね。うん。時計見て驚きました。そうだよね。私も今時計見てびっくりした。写真撮っちゃおう。メールに送ります。メールだよ、メールだよ。そうね、毛の流れ的にね、こっち分けなんですよね。あんまりこだわりは自分でしかないんだけど、みんなも結局さ、自撮りとかでさ、画像反転しちゃったらどっちでもいいしね。そう、自分的には違和感なんだけど、こっちで分けるの。でもその毛の流れ的にはちょっとこっちに癖があって、こういう流れで、まあアイロンとかしてない状態だけど、ちょっとね、こっちに流れるのよ。そうだから、自分的にはちょっと違和感。
ナッツ、バイスミックス食べてください。パク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 またみんなを見つめてしまうじゃないですか。ないですか。皆さん、皆さん、皆さん、ね、見てしまいますね。よきよきです。クロス1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
あ、虹のコンキスタドールさんとサマステの日違うんだ。虹コンさんとね、違うんだ。一緒に出るんだと思ってた。悲しい。悲しい。そうなんだ。勝手に一緒だと思ってた。そうなんだ。え、明日か。ね、AKB さんが緊急生配信、AKB48 新選抜メンバー発表。現場から生配信スペシャル。秋から新体制となり、さらなる飛躍を目指す STU48 STU はね、明日のお昼だから、しかも多分そんななんかそんなわかんない、だ重大発表なのか緊急じゃなくて普通に多分さあ楽しみだね、だから大丈夫 AKB48 の中軸を担う新選抜メンバーを大発表。あ、新曲と関係あるの何も書いてないけどって言ってる。確かに。さあ、ここはファンの人のリプを読んでます。新選抜ということは新曲の発売が決まったということですよね。新曲の発表かなって言うてます。あ、中軸だった。ははは、わは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 、そういうこともあるよね。へえ、新曲発売フラグ。あ、現場から生配信だから MV 撮影かな。でも AKB さんさ、 MV 撮影の生配信あったよね。リップグロスだっけ、なんかあったよね。え、そういうこと。現場から生配信スペシャルってことは、あ、元カレか。はい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 。へえ、なるほどね。ぽい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 。へえ、気になりますね。へえ、このさ、秋から新体制となりって書いてるのがさ、秋発売なのかな、シングル。これ何も知らないから、みんなと楽しく予想人間ね。いつから秋ってなる。え、そう、私もいつから秋ってなる。ね、9月って秋？ 10 月は 100% 秋じゃん。10月は秋なのよ。それはもうわかる。で、9月ってみんなのさ、これはなんか理論的に言うよとかじゃなくて、みんなの気分的に例えばさ、この例えばじゃあ明日 AKB さんの発表があります、秋シングル発表です、発売ですって言われた時に、9月発売ですって言われたら、あれ9月って秋じゃなくないってなる。
月って秋かってなる。みんなのその感覚的に、そのそう理論上はとか、この人はこう言ってとかじゃなくて、ちょっとみんなの直感、直感、そう誰が合ってる間違ってるじゃなくって、あなたの意見はどうっていう。暑いですが秋ですね。まあ気候的にはそうだよ、気分的にはどう。あ、9月発売だったら秋発売がしっくりくる。はい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 、そうだよね、そうだよね。8月ってさ夏じゃん、で7月ってなんか夏じゃん、6月ってさ春夏秋冬で分けるとしたらどんな気分。6月発売のシングルのことを夏って言われてしっくりくるのか、春って言われてしっくりくるのか、この4つで分けたらどっちがしっくりくる。あ、初夏ね、はい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 、そういう、ね、春夏秋冬を使ってさらに、なるほどね、まあ、春よりは夏か、じゃあ夏だけど、まあ、かっこ初夏みたいなこと。まだ夏かな、はい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 、初夏5月ぐらいのイメージ。あ、6月生まれだけど春生まれだと思ったことはないかも。確かに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 。あとなんだろうな、微妙な月で9月秋じゃん、まあ総括するとね、みんなので。10月ってさ絶対秋じゃん、絶対秋じゃんごめんね、私のもう独断と偏見で10月って秋じゃん。で11月って秋、冬、もう冬、秋、あ、ユミリンは秋生まれになるのか。あ、でも私夏生まれって思ったことないかも。私確かに割と秋生まれの方がしっくりくるかも。11月も秋、秋か、初冬、はい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 、確かに冬の初めって感じする。では待って、12月は冬じゃん、1月もなんか冬だよね、2月も冬だよね、3月上旬は冬な感じがして、3月下旬は春な感じがする。3月は人によってとか、まあ、そもそもどこ出身とかどこに住んでるとかでもなんか感覚的に違うかな。3月どっち？3月は冬？春？どっちかにするとしたら、冬と春しか選択肢がないとしたら、あ、卒業のシーズン、確かに、だから春か、はい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 、春か、3月は春なのか、へえ、そっかそっか、
はい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 。いいね。みんな個性があって、いろんな意見があって、いいね。ありがとう、教えてくれて。みんなの季節を教えてくれてありがとう。なんかその決められたものもそうだけど、個人の感覚的なものとかもあるじゃんね。そうだからね、いいね。ありがとう、ありがとう。いいね。素敵だね。まだプニプニだよ。ツアーに向けてここ1週間かーいって感じだけど、そう、アルブラモノをね控えてます。すぐお肌に出ちゃうから。そう、私はね逆にすぐ肌に出ちゃうから1週間あったら大丈夫かも。そう、1週間あったら、うん、まで1ヶ月とかだと本当はいいのかもしれないけど、と1週間あったらそんなになんか油物のせいでみたいなものはないから大丈夫。そう、レジ横の誘惑に勝ってますね。美味しそうだよね、出来たてとかもね食べたいよね。ほんまにほんまに、いやー、なんか最近普通に楽だからだけど一つ結びをしてるんだけど、なんだかツアーの初日も一つ結びしたいなーとかも思ってくるわけですよ。そう思ってくるわけですよ。わけですね。そう思ってくるわけですよ。でもなんか初日ってさ、そのツアーが始まりましたってさ、いろんなところでさニュースにしてくれたりもするじゃんか。そういう時になんか自分は
おろしのストレートでありたいの自分が。なんかそう、あまりアレンジとかしたくなくって、でも、そうそう、メディアさんに、そう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 。でも、なんかどっちかは、まあ、そうかな。そのポニーテールじゃなくても、なんかこの位置がいい。ポニーテールにしちゃうとね、なんか長さ足りないかもしんない。この長さ。ポニーテールにしちゃうと、ポニーテールをだけど、なんかね、ここで終わっちゃうんだよね。上でやっちゃうと、もうちょっと長い方が、長かったら。短い、あれいつ切ったっけ、いつ切ったっけ、みんないつ切ったっけ、いつ切った、あれアーシャの前にも切ってたよね、あ、いや、え、あ、息をする心が長かった、あ、でもあれだ、神様初披露の時は短かった、6周年よりは前だから、そう、神様初披露より、ん、はにゃはにゃ、あ、そう、幕張前に切ったのは聞いたけど、その後ははにゃ、その時にがっつり聞いたのかな、はにゃはにゃ、ちょっと待って、6周年、うわぁ、6周年は、あ、3月12日長いです、3月15日長いです、3月15日発売か、で、18日長いです、3月21日リリーベだね、長いです、そんで、あ、3月24日短いです、あ、3月25日のお話し会で切ったんよってしてる、あ、そう、配信してたけど一つ遊びしてたから切ったって言ってないね、そう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 、で25日は切ってる、だから3月末に切ってるか、はい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 、それだね、そっからずっと、あ、ずっと切ってないわけじゃないけど、そっからガツンと切ってない、そっから短いかも、割と同じような長さです、ずっと、そう、なんか美容院行ってもね、なんか毛先整えてもらうぐらいしか切
ってないから、まあ、だから3月の末よりかはちょっと伸びてるんだけど、そんなにかな、うん、今はね、伸ばしたい欲も切りたい欲もないですない。伸ばしたいなーとも切りたいなーともなくって、どっちがいいんだろうって感じそう、なんか今でいいやっていうか、そう、なんだろうな、そう、どうしますっていうどうします。見える黒あった。あ、ちょうど7つになっちゃう。ね、どうします。そう、なんか夏だから切るっていう考えもあるんだけど、逆に夏だから伸ばした方がくくりやすいんだよね。アレンジしたいかさっぱりしたいかなのかしら。うーん、あーでもあんまり今消えた意欲はないかもな。あって言いながら幸せの日に明日切っちゃう私。あ、切りました配信とか明日の14時から私午前中病院行ってみたいな、切り立てで配信しますみたいな感じになるかな。めっちゃおもろ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 、うん、ね、いや、でもバッサリはね、あんまり切る予定はないので、ロング派の方は歓喜で、ショート派の人はうんってなってくださいうん、一つにくくれるぐらいがいいな夏はと思ってます。私一番短いのはいつだろうな、失恋ありがとうの後半かな、もう恋の前、もう恋のちょっと前ぐらいかな。うん、あ、でも今年の3月にそれこそ結構切ったんだと思う。思う。自分のことやろうって感じやけど。あ、結構短いな。結構短いです。え、伸びた。そう考えると伸びた私。髪。わ、伸びたな。髪伸びました私。伸びたね。いや、今すぐ滝野の髪切った後の3月末のやつが見たい方はインスタの4月2日の投稿を見て、しかも特に最後の写真とか見たら より分かりやすいな。あ、でも私今髪結んでるから分かんないんだけどそう、分かんないんだけど、ねねね、
私笑点見に行きたい、見に行きたい。8月8までだって。前田敦子さんの卒業レースとかあるんだ。もう見てる。この48タイムズ。これもまあスクランブルエッグ編集長さんがリツイートしたやつなんだけど。そう。最先端だよね。情報の最先端だよね。スクランブルエッグ編集長さんって、なんか、全公演見てるぐらいの勢いじゃない？配信とか。だてされが卒業発表したっていうのは9.5割スクランブルエッグ編集長さんのツイートで知る。寝てるのか心配になる。そうだよね、何人かいそう。え、一人でやってるんじゃない？あるある、え、あるあるだよね。まだフォローしてない人はフォローした方がいいよ、した方がいいよって。もうみんなフォローしてると思うんですけど。そう、なんか情報の、しかもなんか48グループの全グループの最新情報を知ることができます。あ、すごい、卒業ドレス展示は以下の19着ですって。私が今、そう、卒業ドレスとかめっちゃ可愛いって見てたら、それも書いてくれてる、19人の名前を。すごい、あなあちゃんのもある。見に行きたいな、それは。8月8までだって。え、東京駅んとこ？え、STU の情報も分かるんかな。え、どうなんだろう、最近あんまり STU の STU の見ないな、ツイート。 STU のツイート、見ないな、見ないな。
あ、その ST 公式はリツイートしてくれてる1個。はあ、ツアー見てくれるかな、ツアー見てくれるかな。え、29日30日ってさ、他のグループさんもコンサートとかあったりするのかな。ね、でもね、そういう時でもね、割とまんべんなく見てくださってる印象。あと公演とか、AKB はリアルお話し会だったような。うーん、なるほどなるほど。そっか、そっかそっか。でもなんか初日とかだから、久しぶりのツアーだから、なんなら来てくれるんじゃないかな。どっか来てほしいね。いろんなとこでも行ってると思うよ。最近なかなかお会いしてないな。何年も、うん、してないかもしれない。ね。なんかいいニュースがをね、知ってください。スクラブリック編集長さんのツイートで、まあみんな配信とか見てたりとかするから、そう、この子が可愛かったとか、この子がこんな曲をしたとか、ね。そろそろ終わろうかな。はい。そろそろ終わろうかな。ありがとうございました。ねねね。1時間経ったから。1時間経ったよね。9時から配信してるよね。ありがとう。明日ね、でも多分配信できそうな感じかも。うん。うん。配信は、分かんない。したとしても、なんか、無だったとしても、いい。なんか、そう、ちょっと落ち着いちゃう。落ち着いちゃうかもしれない。明日こそ。むそう、なんかもうすごいこんなんじゃダメなんだけど、そのなんか自分があのみんなやっほーっていうよりみんなのなんかコメントを見て、あ、明日頑張ろうとか明日楽しみだなっていう気持ちになる時間みたいな感じ。私が黙読、みんなのコメントを黙読30分しますって感じだったかな。まあでもそうできたらかも。でも言うて、もしあったらコメントしに来てくださいお願いしますね。明日配信で見るよとか行くよとか、あ、前日だから席とか出てるんじゃないかな。ね、そうだよね。だからなんか例えば後ろの方だったから、あの景色ごと楽しむよとか、前の方だったからうちは持ってくよとか。でも後ろの方でもなんだろう、私まだ会場行ってないかわかんないけど、そのうちはがどうかわかんないけど、ペンライトは見えるんですよ。どんなに後ろでも水色水色ってしてたら、お、
いる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 ってなるから、そうグッドです。ずっと水色にしとくね、一番後ろだったからとかでも、うんうん、そう来る方はじゃあそんな感じで、そうポジティブにポジティブにポジティブにそう会場にね行けない人もいっぱいいるからね、完売しちゃって行けないからみたいな人もいっぱいいるから、そうじゃあの同じ屋根の下で楽しみましょう。配信の方はもう配信最前列で私のドアップもお楽しみください。はい、じゃあ壇上見まーす。13位エリックさんありがとうございます。12位まっちゃんちゃうさんありがとうございます。11位イーさんありがとうございます。10位ナットさんありがとうございます。9位何ちゃんつぼさんかなありがとうございます。8位ヒロピーさんありがとうございます。7位コペンさんありがとうございます。6位ヒーローさんありがとうございます。5位カサオキさんありがとうございます。4位ミエスクさんありがとうございます。6位デトクルさんありがとうございます。1位オックンさんありがとうございます。そして1位はバリーさんありがとうございます。嬉しい、2つとも壇上の方もいてくださって、それは今日だけじゃなくて毎回思ってるんだけど、そう2回こうその公演じゃない公演じゃない公演じゃない2回ね配信して2回ともねありがとうございますね。もちろん見に来てくださった方も2回ともありがとうございます。さっき見れなかった方もね、そう今来てくれてありがとうありがとうございます。じゃあ早く寝てしっかり休んでください。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りよみりん。それではおやすみなさーい、バイバーイ、おやすみー、おやすみね、バイバーイ、ありがとう。